ブラッドハウンド SSCU ロジェット EJ200 ターボファンエンジン操縦席ブラッドハウンド SSC は主にイギリスで設計、製作されている自動車の速度記録の更新を目指している速度、記録専用自動車である。推進にはジェットエンジンとハイブリッドロケットエンジンを併用し、その他に燃料ポンプを駆動するためのコスワース製 V8 レシプロエンジンも積んでいる。 1997年にアンディグリーンが乗り組んで達成されたスラスト SSC による初の音速を超えた自動車の速度記録である時速1 2 2 7トルの更新が目標である。全長1 2 9ル、全幅2 5ル、質量6 4 2 2ラム。推進にはユーロファイタータイフ運動で使われているユーロジェット EJ200 ターボファンエンジンと 末端水産機ポリブタジエンと高濃度加酸化水素を燃料、酸化剤とし、その燃焼ガスを推進剤とする、なんも製ハイブリッドロケットエンジンを使用する。その他に、高濃度加酸化水素を供給するポンプを駆動する、ジャガーの V 型8気筒内燃レシプロ機関も搭載している。計算上の最高速度は、時速約1000マイル以上に達する予定としている。ジャガーや、 ロールスロイスなど350以上の企業や大学の協力で8年の歳月を費やして完成させた。ジェット燃料が400リットルとロケット推進剤が800リットル搭載される。記録挑戦の走行ではスラストにスラスト SSC でも操縦を務めたアンディグリーンが操縦する予定である。当初の予定では2015年に速度記録の更新に挑戦予定だったが、 2017年10月に一旦延期された。その後、2017年内の走行はテストランのみとされ、記録走行は2018年に延期。一時資金難により頓挫していたが、英国の企業家、イアン・ウォーハースト氏の投資により、ブラッドハウンド LSR に名を変え2019年に時速1 0 1 0トルを記録した。ありがとうございます。